ハーフウェルチップ、地爪との接着面が半分以下程度で、接着後にスカルプチュア素材でつなぎ目ごと上から覆うタイプのネイルチップネイルチップとは両面テープや接着剤で爪に貼り付ける付け爪のことである。ネイルアートの素材、または完成品の一種。材質は合成樹脂製が一般的だが木製や金属製のものもある。 手軽に爪の長さを出したり形状を美しくすることができる反面、スカルプチュアのような接着強度では劣る。普段は爪を長く伸ばせない人などが一時的なものとして使用したり、スカルプチュアの下地として使用することで、手術時間の短縮と仕上がり、形状の一定化が図れるため、特に欧米のネイルサロンでは低手術料金に反映されている。市販のネイルチップには、 剥離紙を剥がす手間なく、爪に押し付ければ、すぐに装着できる、粘着剤付きのワンタッチタイプや最初から接着剤が付いている、ネイルチップもあり、また、繰り返し使用できる、ネイルチップ用の接着剤もある。それら市販品には、国内生産品のみならず、低価格な海外生産品などもある。無地で自分の好きなネイルアートを施したり、上から、スカルプチュア素材で覆い。 仕上げのベースとして用いることのできるもの。全体の長さ、幅、横方向のカーブ、縦方向のカーブ、先端の形状、地図面と接着できる部分の長さ、そのコンタクトゾーンのためのえぐれの有無、などにより、様々な種類のものがある。ちなみに、ネイルサロンで、その場で装着を施す場合に用いられるチップは、客の地爪とのサイズカーブ合わせや装着を行う際に、ネイリストが、 先端側を持ちやすいように長いチップを用い、長さの調整は後からカッターで短くするのが普通である。すでに模様や色が施されたネイルチップ。すでにアートが施されたネイルチップ。低価格で普及グレードなものとして、すでに工場で生産されたネイルチップがドラッグストアや化粧品を扱う小売店の多くで販売されている。一方、 高価格でオーダーメイドのものとしてはネイルサロンなどでメニュー化されているブライダルチップと呼ばれるネイルチップが代表的なものである。利用が広がるにつれ健康に関わるトラブルの発生も見られ国民生活センターは付け爪による着替マイナスかぶれやけどカビが生える子供と,として注意を呼びかけている。またネイルチップをつける 際の接着剤使用に際して誤って皮膚につき、やけどを発症したケースもあり、被害を受けた女性が消費者庁に対し、当該製品を販売した業者への行政指導、処分等を求める措置請求を行うとしていることが報道された。ネイル・ティップス・ネイルズ・マガジン・エンサイクロペディア、付け爪による気、着替えマイナスぶれ、やけど、カビが生えることも2008年10月、 国民生活センター付け詰め用接着剤のヒット商品で大やけど消費者庁に申し立て産経新聞2009年9月16日。ありがとうございます。